い、どうもこんにちは、劇団スカッシュのゆうやです。こんにちは。あのね、今日もそのいろいろバタバタしていて、その奥では今元気にそのこんにちはって言ってくれた中田さんも、そのなんで今こいつセカンド撮り始めてんだと、そういう雰囲気がすごく出てるんで、そのバレないように今やってます多分バレてないと思います。こんにちはっていうのもなんかその俺が隣の人に挨拶したんだなと多分思ってんだと思うんですよねでそんな時僕はその僕もねやることがたくさんあるんで、何やろうかなと思って、アイス食べたいなと思ってまあその現実逃避なんですけども、そのバニラになんかどうもそのピーナッツバターをかけて食べたら、あ、なんかね、マイカさんも今撮ったけども撮影してるのには気づいていなくて、あいつなんかアイスに向かって話しかけてるのなんでかなと思ってんじゃないかなと思うんですけど、そのアイスにねいろんなものをかけて食べたら、その幸せが増えるんじゃないかなと思って、大好きなこれなんスキッピーって言うんだっけ、これ名前忘れちゃったけど、あとそのこんなのがあったんですよ。メロンパンにかけるメロンパン味っていうな粉、これかけたらさ、こうメロンアイスなんじゃないかな。一応その七味唐辛子っていうのを一応買っといた。じゃあやってみよう。ただ美味しくてやったーってなって、そういう終わりの、そういうコングラチュレーションってなる動画ですけど、皆さんもだから俺が美味しいって言ったら画面の奥でコングラチュレーションって言ってくださいねよろしくお願いしますね。俺たちのことじゃない、画面の奥あれ、もしかしてやっぱりこれ聞かれてんのかな、バレてたかもしれないです、動画やってること。はい、こんなにちょっとバニラアイスを入れてみました。で、ここに僕の大好きなこれ、おやおや、中田さんがついに僕が撮影していることに気づいてしまったようですね。それはうまそうだな。うまそうでしょ、これ。これをこんぐらい入れちゃう。いいね、いいね、いいね。で、この中に入れて混ぜると。はいはい、ピーナッツバターとバニラアイス、そう、色はよろしゅう。いただきます。皆さん、コングラチュレーションの準備よろしいですか。これ絶対うまいと思うんですよ。いただきます。うんまコングラチュレーションこれうんま。ピーナッツバター好き。ピーナッツバターの俺すっごい好き。だとしたら、え、こんなにピーナッツバター食べていいのみたいな。あー、ピーナッツバターのアイスになった。そう、どうなの、こう、うわ、コングラチュレーション。いや、これ超うまいっすね。それ量は食べれない、量は食べれないよ。うん、ピーナッツバターを俺バクバクスプーンで食べたいよ。でもそれは罪を感じるけど、これならちょっと罪が軽減される。これ上々酌量だねこの入れ物はもう使えないんで、いや、アイスのこの蓋、スプーンももう一個持ってきて。こちらが新しいスプーンですここが今の動画で一番面白い動画だね。素晴らしい面白さ、超面白い。まあ、やっぱメロンパンですよね。はい、じゃあこれをかけてみたいと思います。そもそもこれ何なんだ、ちょ、こんぐらいにしとく。あ、メロンの、あ、メロンの匂いがしてきた。やっべ、やっべ。じゃあいただきます。うまっせーの、コングラチュレーションいや、すいません、編集中に。これうまっ。俺メロンパンアイスって食べたことないんですけど、これできましたね、新商品メロンパンアイス。うん、メロンパンアイス誰か食べる。はい。あ、お、お、ん、あった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 、メロンパン、あった、メロンパン、あった、コングラチュレーションラストはこちら七味。それ、どんぐらいかけるかっていうのもありますよね。はい、こんな感じでちょっとかけてみました。どうかな。うん、ん、なんだこれ、うまいかななんだこれ、全然辛くない。食べたい人。残念な結果ですが、これを食べたい人いないということでしたねさあ、七味、これ一応、あ、食べてもらいましょう、どなたかにねおかしいだろうよ、逃げられるか。はい、どうぞ。おかしいよ、それおかしいよ。誰ですか、どうぞ。七味のアイスどうぞ。はい。はい、どうぞ。あ、見た目はあれですね。七味多めでいただきます。はいはい、あー、ぶつかるね。少なめで。少なめでいくと、辛くないの。
辛さがね、うん、あの甘さで勝つの甘さが、うん、せんべいみたいな味だよね。そうだね、うん、柿の種チョコ、はいはい、で美味しいじゃん。美味しい。そういう美味しさはないよ。分かった、俺これダメだな。はい、これはダメでした。ノンコングラチュレーション。はい、ということで、ね、皆さんも疲れた時にはね、そのスーパーカップのアイスを買って、家にあるピーナッツバターやこうパパンを塗って、時にはね、嫌いな人には七味をかけてね、美味しいよなんて言って騙してやればいいと思いますよ。はい、じゃあスリリングな夏をお楽しみください。上手だ。じゃあねー。